ブリーガールタはイタリア共和国ピエモンテ州クーネを県にある人口約50人の基礎自治体。ピエモンテ州最南端でフランスとの国境に位置する。イタリア国内で定住人口が最小規模のコムーネの一つであり、人口密度が1人、軽平方メートルを下回るイタリア唯一のコムーネである。標準イタリア語以外では以下の名称を持つ。自治体名は コーチブリーガを意味する。クビユーピアジャは、ピエモンテ州がリグーリア州に突き出た部分に所在する。ブリーガアルタは、クーネオ県最南端のコムーネであり、西は、フランスとの国境となっている。コムーネの領域は、イフツ国境に沿って南北に細長く、南のインペリア県に突き出す形になっている。また、北西に飛び地がある。行政上の中心地となっているピアジャは、 コムーネ祭南部に位置する。ピアジャは、単ドから、東へ1 2トルインペリアから北西へ3 1ルケ県とクーネオから南南東へ3 7トルニースから北東へ5 7トル、州とト,トリノから南へ1 1 0トルの距離にある。コムーネ北部には、分離集落、ウペガとカルニーノがある。ウペガは、ピアジャから北北西へ5キロメートル カルニーノは、ウペガから、北北東へ 2km という位置関係にある。ピアジアと、ウペガを自動車で結ぶ道路は、約 10km にわたって、リグリア州内を通っており、しかもサルセ峠を越えなければならない。この村は、民族的、言語的な一体性を有するテッラブリガスカと呼ばれる、異ツ国境にまたがる地域の一部である。かつては、ブリーガマリッティマを中心とする。 自治体の一部であったが、第二次世界大戦後にイタリアとフランスの国境が、リグリアアルプスの狩猟線上に移動された際、狩猟線東側にあたるピアジャ、ウペガとカルニーノが、イタリア領にとどまり、ブリーガンアルタとなった。隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り。カッコ内のアイムは、インペリア県所属。FR は、フランス領を示し、FR-06 は、 アルプマリティーム県所属。モンテフロンテから北への長望。中央にピアジャ集落、後方の産地の最高峰がマルグアレース産。異ツ国境となっているリグリアアルプス狩了線の登録にあたる地域で、タナーロ川の最上流部に位置している。タナーロ川の源流部にあたる二つの河川が源を発する。コムーネの最高地点はコムーネ北西部に位置し、 フランスとの国境にあるマルグアレース山である。マルグアレース山はリグリアアルプスの最高峰である。このほか主猟線上にベルトランド山やサッカレロ山といった山々がある。コムーネ最南部に位置するサッカレロ山はフランス領及びリグリア州との交点となっており、またリグリア州最高峰である。テッラブリガスカ地域のコムーネ1947年まで、 現況このコムーネはかつてのブリーガ・マリッティマの一部であった。この一帯はもともとはニース伯領で中世以来イタリアとフランスの間で複雑な領有権の変更があった地域である。中世初期にはプロバンス博が支配し14世紀以来サボーヤ家の領土となった。19世紀にはフランスとイタリアの間で複雑な領有の変更が行われた。 1860年、ニース白領のうちニース氏を含む大部分はフランスに編入されたが、タンドやラブリギュなど参幹部はイタリア領に留まった。第二次世界大戦終結後の1947年に結ばれたパリ条約では、アルプス付近の5カ所で異仏国境の変更が行われた。ブリーガ・マリッティマを含むタンド周辺地域は、 その中でも最も大きな変更が行われた地域で、リグリアアルプス狩猟線上に国境線が移され、広い地域がフランス領に編入された。1947年2月10日、ブリーガ・マリッティマの大部分はフランス領となったが、狩猟線東側のピアッジャ、ウッペガとカルニーノがイタリア領として残り、ブリーガ・アルタとなった。元々のブリーガ・マリッティマを、 資料船で分割したために、イタリア側のブリーガンアルタにも、フランス側のラブリギュにも、それぞれ飛び地が生じている。広域行政組織である、山岳部共同体、アルト・タナーロ・チェバーのモンレガレーゼ山岳部共同体を構成するコムーネの一つである。マルグアレース三一体は、マルグアレース自然公園として指定されている。ピアチャ集落入り口の標識コムーネ内に、国道は通っていない。 コムーネの東方約1 0トルの地点に、フォッサーノとインペリアを結ぶ国道28号線が南北に走っており、コムーネ内の県道はいずれも SS28 と接続している。インペリアからはピアジャまで自動車で約1時間、フォッサーノからは約1時間半の予定である。ピアジャにはインペリア県側から県道1号線がつながっている。ピアジャから 東へ SP1 をたどれば、ポルナ市用の北で SS28 に合流する。SP1 からは南東へ分岐する県道があるが、これもピエーベリテコで SS28 に合流する。ピアジャとウペガとの間は道路で結ばれているが、ピアジャから北へ向かう。この道路は戦術の通りインペリア県内を通っており、インペリア県道97号線と呼ばれる。 ウペガの南方で、再び県境を越えるとこの道路は、クーネオ県道154号線となる。SP154 は、ウペガからは北東へーロ川沿いに走っており、ポンテディナーバで SS28 と合流する。かつての本村であるラブリギューは、直線距離にして 11km とはいえ、山脈を隔てたブリーガールタとの交通は不便である。自動車で、在来道のみを用いて、 ピアジャからラブリギュに向かうには、一旦南東へ、ピエーベリテーコに出てから山間をつづら綴りでたどり、バイッセで山村で国境の山脈を越える県道をたどる必要があり、道のりにして104キロメートル、約3時間かかる。南へ、インペリア、あるいは北へクーネオに出て、高速道路を一部利用する方法で、約2時間半の予定である。ありがとうございます。